共同通信の鶴留と申します。ゼロ歳児投票権の件で伺います。吉村さんが考えられているイメージを伺いたいんですけれども、例えばその10歳のお子さんがいたときに本人が自分で投票したいというケースも考えられるかなと思うんですけれども、その親の代理行使についてですね、どこか年齢で線引きをするイメージなのか、それとも各家庭ごとの判断、個別事情に応じての判断というイメージなのか、伺えればと思います。そこは僕がもう一つ考えている、狙っているもう一つの重要な視点のところで、おそらくそういった議論に必ずなってくると思うんですね。自分に権利があるとなれば、子供に権利があって、あくまで親は代理行使ですから、子供に権利があるとなると、いや、これは自分の権利なんだから、やっぱりこれは自分が行使すべきじゃないかということは必ず出てくると思うんですよ。だからある意味最強の主権者教育だと僕は思ってるんです。で、そうなってくると、じゃあよく考えたら、なんで18歳なんだろうと。17歳だと自分の意思は表示できないんですか、それは違うよね、16歳ですか、あるいは13歳ですか、そういう議論に僕はなってくると思います。で、昔あれ手紙もらったと思うんですけど、中学生からなんで僕には選挙権がないんだろうっていうのを手紙もらったこともあって、参加したいんだけどできないんですっていうのがあったんですね。なのでそういう議論に僕は必ずなってくると思うんですよ。で、むしろその議論は僕は歓迎で、そうなるべきだと思うんですよ。これ最強の主権者教育だと僕は思うんです。で、そうなってくると、じゃあ今の18歳っていうのは果たして適切なのかっていうところは、もう一回立ち返って考えるべきだというふうに思うんです。子供もやっぱり生まれて、日本国民として生まれた子供は、やっぱり政治に対して影響力を持つ権利が僕はあると思ってますし、同じ日本国民ですから。日本国民の中でも選挙権がない、あるいは制限されているのは一定の要件がありますけど、犯罪を犯した人と未成年者だけなんです。なんでなんだろうなと、一人一票原則だとすれば、なんで全国民に投票権がないんだろうなと、そう考えたときに、もちろん憲法では15条で成年者による普通選挙を保障するというのは今の現行憲法でそういう規定がある。で、そういうじゃあその成年者っていうのは、仮括弧成年者っていうのは民法上の成年者ではないわけです。そうなると、それとも必ずしも同じと解釈する必要はないという判断、それが一般的な考え方ですから、そう考えたときに、じゃあ、子供たちが、権利は子供たちになるわけだから、いつからその権利を行使することができるのかっていう本質的な議論に入ってくると思います。僕はそれをやればいいというふうに思っています。まあ僕はここで何歳とか言うつもりじゃないんですけれども、そういった議論は全く行われてないんだけれども、いや、実は、全国民に選挙権っていうのがあるんだよと。平等に。で、それをある意味行使するという年齢っていうのはいつなんだろうっていうのを、の議論に僕はなると思うんです。それは、ぜひ、ある意味最強の主権者教育になると思いますから、そうなった方が僕はいいと思います、なので今何歳からですかっていうのは別に答えはないんですけれども、そこはしっかりとその次のセカンドステップで必ず出てきますから、僕はそこはどっか18歳ではないよねと僕は思ってます。なので今は逆に言うと、子供たちは全く権利が行使できない状況になっているわけで、そちらの方がおかしいんじゃないのかなというふうに思うわけです。翼の党に選挙妨害された時ありましたけど、で、僕はちょっとその後で VTR で確認したけど、僕が妨害されている時に、中学生か小学生ぐらいが大人として恥ずかしくないのかよって言った彼が言いますけど、彼は僕は意思表示できると思うんですよね。政治に参加する権利は僕はあるべきだと思うんです。でもないんです。それは僕らの僕が決めた部分の中でない。でもやっぱりこれだけ少子高齢化が進み、世界一の少子国になり、これからどんどん、社会保障であったり国の借金であったり、今のままの状態が続けば将来世代が本当に厳しい状況になるなというのが見えている中では、将来世代が一定の政治的影響力を持つ。で、これはもうおかしなことを言ってるわけじゃなくて、我々と同じように同じ日本国民だから一人一票を持つ、子供も一票を持つ。そして当然ゼロ歳児だったら意思表示できないから、それは最も近いところが代理行使をするということの方が今よりは僕はいい制度だと
望ましい程度だというふうに思います。でこれをするとどうなるかというとおっしゃる通り、権利はあくまで子どもの権利だから、そうするとこれはやっぱり自分が行使すべきじゃないかと、これも最強の主権者教育だと思うんですけど、自分が行使すべきじゃないかということは必ず出てきますから、それが中学生であるのか高校生であるのか、もう思考だまさにその議論の正面から僕らはやるべきだと思います。今のままだとそうはならない、まあ、主権者教育が必要だといっていろいろやられてますけれども、投票率は若い方の投票率を上げるために主権者教育が必要だというふうに言われてますけれども、まあ、これ何十年も言われてきていることで、実際に権利があると、子どもも政治に参加する権利があるんだと、同じ日本国民であれば、だから一人一票だと、我々国民は全て全国民が一人一票だと、一人一票の原則、今は一人零票ですから未成年者、これを僕は書いてみていただいたと。そして政治家は強烈に将来世代を向くようになりますから、そうしないと日本の、まあ、この未来、子どもたちの未来、次の、まあ、僕らよりもっともっと長生きする子ども孫の世代、またこれからは新たに生まれてくる世代のことを考えると、そして今の人口構造を考えると、それがある意味平等というか、よりバランスの取れたものになると、今が非常にアンバランスな状態になっていると思います。そのアンバランスを許容し続けるんですかと、ここは許容し続けるべきではないという考え方です。